去年11月にスタートしたカンフルブログ、このほどアクセスは100万件を超えました。振り返れば、菅総理は就任直後から情報の発信や公開の大切さを強調してきました。行政の密室性の打破も進めます。情報公開の重要性は他のどなたよりも強く認識しているつもりであります。今後もこうした姿勢を貫いてまいります。膨大な情報が並ぶ外務省外交資料館の書庫、民主党政権は30年以上経った外交記録文書は原則として公開することをルール化しました。つい先日、これに基づく4回目の文書公開で新たに606冊がオープンになりました。必要な手続きを取れば18歳以上の誰でも閲覧ができます。ボロボロになってしまった資料に薄い和紙を両面から当ててやって補強する作業をしています。資料を保護するため、閲覧の前にはこうして入念なチェックや修復が行われます。これ触っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。揺らしても大丈夫と、はい、今年4月に施行される公文書管理法は、こうした文書を健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的財産と謳います。まさに民主主義を支えるためにこの地道な作業は続きます。過去の情報公開だけではありません。最新の情報のオープン化も先日からまた一段前進しました。なるべく多くの方が質問できるよう、質問は簡潔にお願いいたします。ニュース番組でおなじみのこの会見にも、実は記者席の側に大きな変化が。総理会見に続き、今日から官房長官の記者会見もオープンにすることができました。記者クラブとの合意により、フリーのジャーナリストなども週1回参加して質問することができるようになりました。初めての参加者は、フリーのジャーナリストの方のツイートで、官房長官もオープン化されるらしいということを知りました。フリーランスの方から、あるいはその記者会に所属してない方々から積極的に質問出てましたし、良かったじゃないですか。こうした記者会見のオープン化は内閣の基本方針として総理も繰り返し表明しています。私もできるだけ、オープン化すべきだという姿勢で、閣議あるいは閣僚懇の席でも各閣僚にできるだけそういう姿勢で臨むようにということを申し上げているところです。さらに先週土曜日、今度は官房副長官が著名なブロガーなどの皆さんと意見交換。より意味のある情報発信を目指して、菅政権は努力を続けます。